皆さん、TUDUM JAPAN ネトフリアニメ注目作品一気見せコーナーへようこそ。アニメもボーダレス、世界中の皆さんと楽しんでいきたいと思います。ここからは私、桜彩音がナビゲーターとしてネトフリアニメの最新情報をたっぷりお届けします。豪華なゲストも出演しますので一緒に楽しみましょう。早速ですが、オープニングを飾るのは大ヒットアニメや映画の音楽を手掛ける作曲家沢野博之によるスペシャルミュージックステージ。それではご覧いただきましょう。どうぞ。Tonight.
いや、繊細で壮大で心揺さぶられるかっこいいステージでした。独占配信中の映画バブル、そして12月配信開始の映画7つの大罪エンサのエジンバラから2曲をお届けしました。さあここから怒涛の作品情報をジャンルに分けて紹介していきましょう。まずはドラマのパート1、トップバッターはアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン、この方からメッセージをいただきました。どうぞ。皆さんこんにちは、TUDUM。荒木博彦先生原作アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン、主人公空城ジョリン役のファイユーズアイです。一人の囚人は壁を見ていた、もう一人の囚人は鉄格子から覗く星を見ていた。私はどっちだ。謎のベールに包まれていたアナスイがついに満を持して登場するので、アナスイがどんなキャラクターでどんな思いを秘めている人物なのかっていうのを大爆弾、皆さんにもぜひぜひ楽しんでいただきたいなって思います。アフレコをしている時にもついこううるっと来てしまったのが、丈太郎のお前のことはいつだって大切に思っていたっていうジョリーンに対してのセリフなんですけれども、今までこう見てきた人間としては丈太郎の見えない優しさがあのセリフにはギュッと詰まっていて、本当に本当に大好きなセリフです。アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンは現在ネットフリックスにて第1話から第24話が全世界独占先行配信中です。ぜひぜひ視聴してください。いや、視聴したなら使ってもいい。やれやれっと。ストーンフリー。もちろん私は星を見るわ。続いて、あの陰陽師が初のアニメーション化。小説家夢枕獏が1986年に発表して以来、安倍の生命ブームを巻き起こした小説陰陽師がついにアニメに。原作の世界観をもとにオリジナルエピソードを加え、希代の陰陽師安倍の生命が人と鬼をめぐる事件を解決していく。令和の時代に描かれる生命の姿とは。そして生命のキャラクターデザインも公開。美麗な姿がアニメーションでどう表現されていくのかご期待ください。ネットフリックスシリーズ陰陽師は2023年独占配信予定です。続いては、画面から忍び寄る恐怖を体験せよ。日本を代表するホラー漫画の鬼才伊藤潤二の傑作ホラー20タイトルが伊藤潤二マニアックとしてアニメ化。その中の4作品から初解禁の場面写真が届きました。富江写真、40壁の部屋、首吊り気球、侵入者。国内外を問わず高い評価を獲得し、これまで数々の作品で読者を奇怪な世界へ導いてきたホラー漫画家伊藤潤二。ネットフリックスだからこそ成し得る映像表現であなたを恐怖の世界へお連れします。ネットフリックスシリーズ伊藤潤二マニアックは2023年1月19日より独占配信です。バディシステムを通じて絆を深めたヒーローたちに新たな試練が訪れる。ネットフリックスシリーズタイガー&バニー2待望のパート2は10月7日から独占配信。タイバニといえばのこのお二人にご登場いただきましょう。テドム、みんな楽しんでるかい？楽しんでますか？タイガー&バーニーのベストじゃなくて直帰の方、カブラギ T 小鉄役平田博明です。同じくタイガー&バーニーのネットフリックスの新作を毎日チェックしている方、バーナビーブルックスジュニア役森田正和です。よっしゃ、追いついた。さあ行きますよおじさん。俺のバリアで押し潰してやる。僕が動かせるのは実際この手で持ち上げられるものだけなんで。ラーラの能力、飲んだ水出してるわけじゃないので。お待たせいたしました、パート2、後半始まります。私のですねパート2の見どころは、はい、簡単です。いやでもしかし難しい。ヒーローとは何ぞやを今一度
このパート2で解いていきたいと思います。シーズン1を見た上で想像されるところの斜め上の展開のもう一つ斜め上へ行くと思います。だから裏切るってことかな。今回どのような展開で最終的にどうなるのか、本当に皆さんの予想を裏切る形になってますので、最後までしっかり見て、そして何度も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 繰り返してご覧いただきたいと思います。泣いても笑っても残り12話、皆さん最後まで一緒に走り抜けましょう。タイガー&バニー2パート2は間もなくネットフィリックスで全世界独占配信されます。パート1で謎だったことが果たして解けていくのか、それともどんどん新しい謎が生まれていくのか、怒涛の展開で進んでいきますので、皆さんお楽しみに。まったく、あなたって人は言いたいこと言ってとことんぶつかってこその相棒だろ。タイガー&バニー2。さあここからは注目の SF アニメをどんどんご紹介。まずはムーンライズ。近未来の地球 VS 月を描くムーンライズ。今日は完成したばかりのティザー予告が届いています。早速ご覧いただきましょう。これまたすごい作品が来ましたね。この先どんな物語になるのか待ちきれません。ネットフリックスシリーズムーンライズは2024年独占配信です。続いては新作の発表です。僕のデーモン。おついちこと小説家の足立博隆が原作と脚本を書き下ろした心優しい少年とアナと呼ばれる生き物の冒険物語。タイのアニメーションスタジオイグルスタジオがアニメーション制作を担当。東京の下町に住む小学生のケントは森で拾ったデーモンアナと仲良く暮らしている。人々に忌み嫌われるデーモンのアナを守りたいケントだったが、ケントとアナの関係を見守っていた母が不慮の事故に遭ってしまい、母を助けるためケントとアナの二人きりの大冒険が始まる。ネットフリックスシリーズ僕のデーモンは現在制作中です。どうぞお楽しみに。続いては氷と雪に覆われた星で巻き起こる謎の生物対人類の戦いが描かれるメイクマイデイ。機動戦士ガンダムサンダーボルトなどで知られる漫画家大高木康夫によるオリジナルストーリー。この度主人公のジムをはじめとするメインキャストが明らかに。山橋正臣、高垣綾妃、山地和弘、大塚明夫、個性派キャストが演じるキャラクターたちに注目です。さらにジムの相棒となる二足歩行ロボットキャスパーの情報も。スケッチ原案は大高木康夫が務め、マクロスシリーズの川森昌司がリファインデザインを施しました。数々のクリエイターによる壮大な SF アクション。ネットフリックスシリーズメイクマイデイは2023年2月より独占配信です。続いての舞台は宇宙船。逃げられない空間が恐怖を倍増するスペースホラー SF エクセプションをご紹介いたします。遥か先の未来、地球を追われ
テラフォーミングの対象となる惑星を求めて旅する宇宙船にはルイスと4人のメンバーがいた。生体 3D プリンターによって1人ずつ出力されていくが、システムの予期せぬ不具合によりルイスがデフォルメされた姿で作成されてしまう。異形のルイスに襲われる恐怖と宇宙船の暗闇に飲み込まれながらミッション終了へのカウントダウンが始まる。原作足立博貴、キャラクターデザイン天野義隆、音楽を坂本龍一が担当することも話題です。本日はその坂本龍一が書き下ろしたメインテーマの流れるオープニング映像をご覧いただきましょう。ネットフリックスシリーズエクセプションは10月13日より独占配信です。さてここでネットフリックスが送る映画を2本ご紹介します。配信開始となったばかり、少年少女の初めての別れと忘れられないひと夏を描いた雨を告げる漂流団地、主演のお二人からメッセージが届いています。トゥドゥム。映画雨を告げる漂流団地、熊谷浩介役の田村睦美です。都内夏目役の瀬戸あさみです。やっぱりどう見てもここ海だよね。小学6年生の幼馴染浩介と夏目とその仲間たちが取り壊し前の団地に入り込んだことから始まるひと夏の冒険物語。大人にはノスタルジーを感じさせ、子供たちには友情の大切さを、世代を超えて誰もが楽しめる、そんな作品になっています。実際アフレコした時も思ったんですけど、ぶっきらぼうな、ね、思春期な少年って、まあ、やる機会は割とあったような気はするんですけど、うん、コウスケほどここまでその、でなんかこうちゃんと喋れよみたいなっていうようなところも結構多かったから、そこは難しかったなって思いましたね。私は夏目はちょっとこう自分の本音をこう言えないっていうところがあって、気を使ったつもりが逆に迷惑をかけちゃうみたいな、その繊細なところを表現するのが夏目にすごく向き合ったところかなって思います。私はここから出たくない、夏目と一緒にいたいんだよ。動きが本当にすごくて、あと顔の表情とかそういうところが本当にリアルに描かれていて、誰が見てもなんかこう楽しんでもらえるかなって思います。非現実っぽいとこも楽しんでほしいですし、あとこうキャラクターたちの心情でいうと細かな心の機微みたいなものもぜひ注目してもらえたら嬉しいです。映画は全世界独占配信中、ぜひご覧ください。俺たちでこの嵐を抜けるぞ。雨を告げる漂流団地。もう一本は全世界待望、鈴木半ば原作7つの大罪のその後の物語。ネットフリックス映画7つの大罪エンサのエジンバラ前編。トゥドゥムをご覧の皆さんこんにちは。映画7つの大罪エンサのエジンバラでトリスタン役を演じます村瀬歩と申します。この度なんと映画のティザービジュアルを原作者の鈴木半ば先生に書き下ろしていただきました。すごすぎる。いや先生本当にありがとうございます。むちゃくちゃかっこよく仕上がっております。
本作はですね、7つの滞在の14年後の物語となっております。メリオダスとエリザベスの息子トリスタンが女神族と魔神族の力に葛藤しながらも新たな仲間に出会い、そして家族を守るために戦いに挑んでいく姿を描いております。さらに鈴木中葉先生書き下ろしのオリジナルストーリーとなっておりまして、前編と後編に分けて配信しております。そして本日はですね、なんと先生からの書き下ろしの色紙をいただいておりますので、僕の方で紹介していきたいと思います。今回の物語は7つの滞在から黙示録の4騎士につながる空白の時間に起きた出来事を描いたものです。主人公はトリスタン、7つの滞在ももちろん出ます。それ以上に物語を盛り上げるあいつも登場しちゃったりします。ああ、これ以上は言えない。とにかく面白い作品になっていると思いますので、ぜひご覧あれとのことでございました。いかがでしょうか。今回の映画でしか語られていない物語に出会えるということですね。そしてですね、先生から気になるコメントがあった。あいつとは一体何なんでしょうかね。まだまだ言えないこともありますが、僕自身も7つの滞在キャストの一員として最高の冒険をお届けしていきたいと思います。映画7つの滞在エンサのエジンバラ前編は12月より全世界独占配信となっております。お楽しみに。映画もすごいけど、ここからはシリーズもの。ドラマパート2。かつて極道の世界で恐れられた伝説のヤクザ、不死身の龍。だがある日忽然と姿を消したその男は今。職業は？専業主婦です。伝説の主婦が2023年1月に帰ってくる。全世界で好評を博した極主婦道シーズン2でさらなる爆笑旋風を巻き起こす。個性豊かな登場人物たちはそのままに、シーズン2ではさらに濃いキャラクターたちも登場し、笑いはますますパワーアップ。極主婦道、ここでシーズン2から新たな場面写真も公開。原作コミック屈指の人気エピソードが目白押しのネットフリックスシリーズ極主婦道シーズン2は2023年1月に独占配信です。続きまして、超絶イケメンが出てくる作品。ある日目覚めると完璧な顔とボディの超絶イケメンになっていた。ライン漫画ネイバーウェブトゥーンでの連載開始以来、全世界での累積閲覧数は87億回以上を記録する外見至上主義がついにネットフリックスでアニメ化。날비웃는사람들뿐친구는없었다박형석이쟤왜저러고사니죽을때까지밑바닥이나기어야지새끼야나도사람이야나도누구지이사람은저건나잖아박형석입니다아어떡해180넘는것같지야개멋있어대박가벼워둘다똑같은나한테바꿀수있어이몸이라면ウィッチャー、狼の悪夢を制作したスタジオミールがアニメ化を手掛け、主題歌を担当するのは今アジアで大人気のボーイズグループエイティーズ。ぜひご注目ください。ネットフリックスシリーズ外見至上主義は
11月4日より独占配信です。次の作品は10月27日より独占配信開始のネットフリックスシリーズロマンティックキラー。こちらをご覧ください。色恋沙汰とは無縁な私がなぜイケメンを床ドン。ゲーム、チョコ、猫の三大欲求に忠実な干物 JK アンズ。夜更かしするぞ。だが平穏な日常はある日ぶち壊される。パンパカパーン、おめでとうございます。僕は魔法使いのリリー。恋愛をスルーしまくる君のような子に乙女芸展開を与えに来たんですから。イケメンに囲まれた乙女芸生活がリアルに起こるって言ったら嫌が王でもときめいちゃうでしょ。リアルに、リアルに。でも趣味のゲーム、チョコ、猫、これらは永久に没収いたします。ふざけるな。あんなやつの言いなりになんて絶対ならない。今恋愛したくない JK と恋愛させたい魔法使いによる戦いの火蓋が切られる。トゥドゥムジャパンをご覧の皆様、いかがでしたでしょうか。ロマンティックキラーにて星野アンズちゃんの声を担当してます高橋理恵です。この作品本当に楽しくて面白くて可愛くて何度でも見たくなる作品なので、今日はその魅力を私から世界中の皆さんにしっかりとご紹介していきたいと思います。ちょっと待った。私のことも忘れないで。リリ役の小松美香子です。もう私のこと忘れたら理恵ちゃんの三大欲求没収するよ。困ります。すみません。私たち2人でお送りさせていただきます。美香子さん、今の予告すごくないですか。ほんと、これラブコメなの。まるで格闘アニメに見える瞬間がありましたよね。予告だけで爆笑。アンズちゃんの顔芸めっちゃ面白かったよ。顔芸確かにいっぱいありました。こんなに表情のバリエーションが豊富なラブコメ主人公、なかなか見ないと思います。そんな見ているだけでも楽しいアンズちゃんを精一杯私も顔芸しながら演じさせていただきます。そして私が演じるリリはそんなアンズをある意味苦しめる役で、なんかだいぶ押し付けがましい存在です。まあ、最初はね、ありがた迷惑で人の気持ちなんてそっちのけという感じでしたけど、実はすごく可愛くてアンズちゃんに感化されてどんどん成長していくのも見どころですね。わかります。私も結局リリが大好きになっちゃって、もういたら喧嘩しちゃうんですけど、いないと寂しくなるみたいな感じで、もう家族みたいだなって感じてます。って、あれやばい、もう時間がない。嘘、あと2時間くらい欲しいですよね。じゃあ美香子さん、ラストスパートよろしくお願いします。そう、ロマンティックキラーはイケメンを床通してアンズが転がしていく作品。偏ってると思いますよ。正しくは非ヒロイン属性の女子高生星野アンズが突然現れた魔法使いのリリによって魔法界の少子化問題対策プロジェクトに無理やり参加させられて、イケメンたちに迫られる姿を描いたラブコメディってところかと思います。そう、それな。はい、よかったです。どんどん引き込まれていくキャラクターたちが満載の私たちも大好きな作品です。皆さんの元に届く日を心待ちにしています。それではロマンティックキラーお楽しみに。じゃあねー。さて、ここからはゲーム？いや、これはアニメだ。最も長く続くビデオゲームの物語の世界記録を持つ 3D 対戦格闘ゲーム鉄拳シリーズから初の連続アニメーション作品鉄拳ブラッドラインが登場。格闘シーンを見ているとついついコントローラーを握りしめたくなる。ゲームでのバトルの爽快感もよみがえる。ネットフリックスシリーズ鉄拳ブラッドラインは独占配信中です。Every opponent you defeat is one step closer to defeating Ogre. Challenge accepted.全世界累計販売本数1800万本を達成したゲーム、サイバーパンク2077。
その世界観を舞台にプロメア、キルラキルを手掛けた今石博之監督とトリガーが新たに生み出すサイバーパンクエッジランナーズ。不正と人体改造が一般化した街で、才能に恵まれながらも無鉄砲に生きる貧しい少年がアウトローの傭兵であるエッジランナーとして歩み始める物語。ネットフリックスシリーズサイバーパンクエッジランナーズは独占配信中です。さて、再び新作情報の発表です。発売開始から21年、カプコンが生んだ戦国サバイバルアクションゲームの金字塔鬼武者が初のアニメ化決定。なんと本作の総監督を務めるのは13人の刺客や無限の住人において、斬新な縦演出で映画ファンをうならせた三池崇史。 CG アニメドラゴンズドグマを手掛けた監督菅井真也、スタジオのサブリメーションとタッグを組みます。そして鬼武者といえば、ゲームでは歴史上の人物を金城武、松田優作、ジャンレノなど実在の俳優をキャラクターモデルにすることも話題です。アニメ鬼武者、主人公はなんと宮本武蔵、そしてモデルはなんとあの三船敏郎。江戸時代初期、若さにも陰りがさしてきた武蔵、伝説の鬼のコテを借り受けて幻魔討伐の旅に出る。 3DCGI のキャラクターと手書きの背景を融合させ、現代版へと昇華した全く新しい鬼武者が誕生します。ネットフリックスシリーズ鬼武者制作決定、ご期待ください。次にご紹介するこちらの鬼はどんな鬼？かわいいキャラクターたちが登場しますよ。短編ダムキーパーで2015年アカデミー賞にノミネートされた監督堤大輔が手掛けるアニメーション最新作鬼神々山のおなり、脚本を岡田真理が担当。This mountain. See ya! から山の神々が恐れる鬼の脅威が迫り来る中、おなりは平和な山を守ることができるか。ネットフリックスシリーズ鬼神々山のおなりは間もなく配信予定です。可愛いといえばリラックマは必須。おー、ねえ早く行こう。あのリラックマも帰ってきた。リラックマ引っかかってるぞ。何かを失う。嘘、もしかしてバスじゃないの？あ、ねえ、お連れの方一緒に探しましょう。リラックマ早く。いいね、リラックマは余裕があってのんびりしてるだけだよ。心も体もリラックマたちと一緒に癒しましょう。
ふわふわとした質感がたまりません。私もお家にリラックマがいたらなんて妄想してしまいます。閉園間近の遊園地を舞台にハプニング満載な一日を描くネットフリックスシリーズリラックマと遊園地は絶賛配信中です。今年はこのリラックマの他にもストップモーションアニメの映画ギレルモ・デルトロのピノッキオが12月に配信を予定しています。いたずら好きでわがままなピノッキオがこの世に居場所を求めて冒険を繰り広げるストップモーションアニメーションです。どうぞお楽しみに。可愛い作品で一息リラックスした後には熱い戦いが。ここからは激しい戦いを繰り広げる作品を紹介していきます。バキシリーズの最新作ハンマバキシーズン2は絶賛制作中。恐竜時代の深い地層で眠っていた原人ピクルが現代によみがえる。異次元の戦闘能力を持つピクルに果たしてバキはどう挑むのか。悲願である父ハンマ裕次郎との決戦までたどり着くことができるのか。アクセプト。そう、人呼んで超絶美形主人公ダークシュナイダー。あの伝説的コミックが原作のバスタード暗黒の破壊神がネットフリックスで独占配信中。近代文明の崩壊から400年後のメタリカーナ王国を舞台に傍若無人な伝説の魔法使いダークシュナイダーの戦いを描いたファンタジー作品。これは魂の戦い。シーズン22023年独占配信。累計発行部数1000万部突破のバトルアクション漫画原作の週末のワルキューレ。人類の存亡をかけた全世界の神代表 VS 人類代表のタイマン13番勝負が再び幕を開ける。今度は企業と企業の戦い。代理の闘技者たちの熱き戦い。ネットフリックスシリーズ剣眼アシラシーズン2もいよいよ2023年に登場。剣眼絶命トーナメントもついに佳境。戦いといえばあの子が帰ってきた。キャラクターパート2、デスボイス OL レッサーパンダの戦いもついにファイナルシーズンを迎えます。海外でも大人気のアグレッシブレツコがメタリックにシャウトして鬱憤を撒き散らす。最終シーズンとなるシーズン5ではレツコがまさかの選挙に立候補。そしてレツコとハイダが向かう先はネットフリックスシリーズアグレッシブレツコシーズン5は2023年2月に独占配信です。最後の作品はご本人にご登場いただきます。ぐでっとしていたい全ての人に送る脱力と共感の親探し。ネットフリックスシリーズぐでたま母を訪ねてどんくらいより主人公のぐでたまです。バルーン。ちょっとぐでたまさん、今ネットフリックスのグローバルイベント TUDUM で世界中の人がご覧になっていますよ。やる気出して。世界中マジか、やる気はいるしです。それではぐでたまさんに代わって私が、本日は予告編が完成したのでここで皆様にご覧いただきたいと思います。ここどこ、流されるだけの人生。ピヨー、ピヨの名前はシャキピヨ。ピヨたち兄弟だよね。ママを探しに行こうよ。一人で行ってきてちょ。このチキン野郎、卵なんですけど。にゃー、食べられる運命っぽい。やめてください、許さないで。息苦しい。確かに見たんだって、動く卵を絶対に捕まえてやる。見つかったら食べられちゃう。わー、見つけろ。たまたまぐでたま。
さすがにきついわ。人間と賞味期限に追われやる気出したらダメっしょ。前代未聞の旅の結末とは。ぐでたま、母を訪ねてどんくらい。まあ、なんとかなるっしょ。いろいろやってね。ぐでたまとシャキピヨ、この正反対のデコボココンビがお母さんを探して日本中を駆け巡ります。果たして動きたくも働きたくもないキャラが主役を無事に務め上げ、母親の元にたどり着くことができるのでしょうか。ネットフリックスシリーズぐでたま母を訪ねてどんくらいは12月13日より独占配信いたします。ぜひご期待ください。あんがとさん、お邪魔しました。皆さんいかがでしたか。注目のアニメの数々、どれも見たい作品ばかりでしたね。本日ご紹介したラインナップ一覧はこちらになります。こうやって並べると壮観ですね。注目のアニメの数々、ジャンルも豊富、作品一つ一つのどれも楽しみ。私も一ファンとして皆さんと一緒に待ち遠しく思っています。ネットフリーアニメを通して皆さんと、そして世界がつながっていくことを感じました。これからも続々と新作が配信されていきますので、ネットフリックスでアニメを楽しんでいきましょう。桜彩音でした。ありがとうございました。